こんにちは、ゾシンです。今日は片付けをしていたら出てきたキットを使ってこんな感じのジオラマを作っていきたいと思います。ということで、部屋の片付けをしていたら出てきた UH1 を使ってジオラマを作っていきたいと思います。昔に作ったキットなんでね、ここのパーツがなかったのでランナーの切れ端の部分で再現してみたりしました。パイロットが乗っていなかったので窓ガラスの部分を黒のマジックで塗りつぶしてあげることで中が見えないようにして、パイロットが乗ってないことをね、わからないようにしてみました。捨てるわけにもいかないですし、売れるような出来でもないので、ちょっとジオラマの練習台になってもらおうかなと思います。さあ、どんなものができるでしょうか。どうぞ。今回用意したのは100均のケースに100均で売ってある木粉粘土を載せたものをジオラマのベースとしていきます。この粘土なんですけれども、こんな感じで適当に乗っけてあげるといい感じのテクスチャーになりますので、もう手で簡単に押し付けてあげるだけで十分だと思います。ここに登場するのが、何かに使えると思って買っていたメルセデスベンツのミニカーですね。これ多分ブックオフで100円とかで売ってたやつですね。これをベースに置いてあげましょう。こんな感じでいいんじゃないですか。あとは100均に売ってあったヤシの木ですね。おもちゃ感がすごいですが、これを置いてあげることによって粘土がより一層砂漠に見えるようになります。そしてスチレンボードのかけらですね。薄いやつが昔はダイソーに売ってありまして、これのかけらがあったので使っていきたいと思います。適当なサイズにカットしたスチレンボードを、ベースをこんな感じで切り込みを入れといてあげることで、ここに立てることができます。これは高さを出すための塀としてね、使っていきたいと思います。こんな感じでできました。ヤシの木に関してはパーティングラインですかね、この部分が少しひどいので、こうやってデザインナイフで描いていきたいと思います。それが終わったらヤシの木を塗装していきたいと思います。幹の部分は茶色で、葉っぱの部分は緑に塗っていきましょう。こうやって塗装してあげるだけでおもちゃ感を少しでもなくしてあげることができます。今回も登場するミスターウェザリングカラーのサンディウォッシュです。この車ね、綺麗すぎるので、この砂漠っぽい色で汚していってあげましょう。何も考えずに全体的に汚していきましょう。汚しすぎたところを最終的にガーゼで軽く拭き取ってあげましょう。何度かそんな作業を繰り返して重厚感を出してみましょう。そんなこんなで、先ほど作り上げたベースに少し小さな穴を開けてヤシの木をぶっ刺していきたいと思います。塀の奥に置いてもよかったんですけれども、なんかこっち側の方がいいなと思って適当に配置していきたいと思います。そしたらウェザリングカラーや塗料を使って地面にグラデーションをつけていきましょう。今回ね、簡単なジオラマの作り方なので、ある程度やっていただければ終了で大丈夫です。それでは先ほどウェザリングしたこのミニカーですね、このミニカーを土台に置いていきましょう。遊べるのはこれで最後。動画にしてはいませんが、塀も適当な色で塗っておきました。ジオラマベースにこの車両を接着することで、今回のジオラマベースは概ねが完成となります。このままでは面白くないので、適当な兵士を持ってきました。全員少し加工してあげて、ヘリコプターに座れるようにしてみました。こんな感じでね、切って貼って押してあげるだけでいいので、結構簡単な作業になります。では米軍っぽく塗装していきましょう。動画ファイルが何個か見つかりません。全体をバフとかデザートイエローみたいな砂漠系の色で塗ってあげた後に、茶色の線を少しずつ描いてあげます。まあ3カラーみたいな感じの色にするのが中東の米軍としてはいいかなと思います。そしてボディーアーマーは緑とかウッドランドとか、そういった感じでちょっと色をね、区別してあげるのもいいかと思います。ここら辺は完全にブラックホークダウンの影響を受けていますね。モダンな現用のね、アメリカ兵といえば、我々としてはこのような迷彩服が一般的かなと思うんですけれども、今は全く変わってしまっていますね。ガンナーが団体をつけているっていうことはないとは思うんですけれども、なんとなくモールドがすごく良かったので、金色に塗っていきたいと思います。そもそもドアガンナーだったらヘルメットの種類がね、違ってくると思いますので、そこはご愛嬌ということで。そしたら兵士の肌の部分を肌色で塗っていきましょう。そして武器やブーツを黒色で塗っていきます。そんなこんなで兵士の塗装が終わりました。簡単に墨入れしてあげた兵士がこんな感じですね。ドアガンナーが2体と普通の隊員が2人、こんな感じですね。
そしてこいつらをヘリに乗っけてあげましょう。ドアガンナーの位置は決めやすいので、こんな感じで M60 を合わせてあげるように配置していきます。そこをね、あとあと瞬間接着剤で止めてあげる、そういった固定方法にしていきたいと思います。微調整が大事になりますね。最終的に瞬間接着剤とプライマーで固定していきます。こんな感じで左サイドのドアガンナーが接着できました。このまま左サイドの兵士を完成させていきます。ここにも接着してあげます。で、左サイドは完成です。こんな感じ、なかなかいい感じですね。続いては右サイドに兵士を乗っけていくことにしましょう。個人的にはこっち側のガンナーの方が好きですね。隣の兵士も一緒に接着していきます。ヘリコプターの両サイドに兵士が乗っているとなかなかいい感じに見えますね。これでヘリコプター自体は完成となります。では他のキットから取ってきた透明ランナーをこのように接着していきたいと思います。これがベースと接続するための支え棒になりますね。最後にベースと接続していくんですが、どのような形でつけたらいいのかちょっと迷うところですね。それでは完成の写真を見ていきましょう。ということで完成しました。今回のジオラマはかなり適当に作った割にはなかなかかっこよく仕上がったのかなというのが個人的な感想です。どこが正面になるのか今回は本当に分かりませんね。透明ランナーはライターで炙ってあげることで少し角度をつけてヤシの木との衝突を回避させています。このアングルいい感じですよね。反対サイドはこんな感じです。ガンナーが警戒している感じが出てとてもいいと思います。なかなか捨てられない透明ランナーですが、このようにヘリコプターを浮かせてあげるために使うこともできるので取っておいてもいいかなと思ったりします。実は片付けている時にブラックホークも出てきたので、こちらもジオラマにしていきたいと思います。72分の1の樹脂製の兵士、なかなかいいですね。皆さんもこのようなジオラマ挑戦してみてはいかがでしょうか。今回はこれで終わりです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。